分数のかけ算の続き。いきなりやけど、このかけ算をちょっとやってみてほしいなと思います。8分の3かける9分の4です。これはいくらになるやろま、今までと一緒やな。分数のかけ算のときは、分母は分母同士分子は分子同士かけ算らいいな。なので8、8 72で、分子の方は3412やから。72分の12やね。 これ、約分できるよね。どっちらも二二ってなっているから、お尻が。これは偶数やから。絶対二では割れるはずです。そしたら二で割ったらどうなるかっていうと、十二割る二で六で、七十二割る二で,こ36です、これは、三十六やね。これまだ約分できるやな、ね。三十六分の六。これは何で割れるやろ、どっちも。 六で割れるやね。六三十六やもん。じゃあ両方とも六で割ると、六で約分すると、こっちは六で、こっちは一やな。なので答えは六分の一になりました。ま、そんなに分数の掛け算は難しくはないと思うんやけど、めんどくさいのが約分やね。これはうまいこと、ま、あ二回でいけたからいいけど、 あんまりこの6で割れるって気づけんかったりしたら、2で割って、また2で割ってとかっていうふうに、約分をたくさんしていかなあかんや。それに、本当にこれもう約分せんでいいかなって気になるときあれやな。ま、なので、分数の掛け算では、答えを出す前に、この式のところで、途中で約分をしてしまうっていうことができるんです。どういうことか。これって、 8と9をかけて72になってるな。そして3と4をかけて12になってんねんけど、これを最後に出てきた時に一緒の数で割るんやね。てことはやです、かける前に、お互い上にあるものと下にあるものは同じ数で割れれば、途中で約分ができるはずやな。どういうことかっていうと、 例えばこの3と9って、どっちらも3で割れるやろで、最後にこの掛け算をして、3で割ってあげる、どっちらも3で約分するとかするんやったら、この時にも約分しちゃったらいいやどっちらも3で割っちゃったらいいやそうするとこれどうなるかっていうと、こっちらは1になって、こっちらは3になりますよと。で、さらにこの4と8も、どっちらも4で割れるよね。 そうすると、こっちらはどうなるかっていうと、1になって、こっちらは2になるな。そして、出てきたこの4つの角図を、それぞれ分母は分母同士、分子は分子同士で、掛け算してあげればいいんです。そうすると、2、3が6、因1が1。一発で出てきましたやな。 この出てきた大きい数、72分の1に大きい数を約分するより、小さい数で途中で式の中で約分をしてしまった方が、計算がすごく楽になるよね。え分数のかけ算ではこういうふうに式の途中で斜めにある数同士で約分をすることができるんです。ま、でもちょっと最初は難しいと思うので、この後、動画を使って、動画の中でいくつか練習問題をやっていきたいなと思います。